どうも勇者です。ガチャを引きたいと思います。ちょっとフェス結局、まあ、悩んだ挙句一回も引かなかったんですよ。はい、引かなかったんですけど、ちょっとその属性が欲しくて、属性系が欲しくて、まあ、チケットがあるんで、それをちょっと引いていきたいと思います。はい、あんまりこうバラバラ属性を引きたいというよりかは、もう氷と正属性が、まあ、すごい弱いので、そこを中心にまずはちょっと引きたいなと思いますので、まあ、順番にチケットをもらったやつから引いていこう。はい、まずはその選べないやつから引いてって、で徐々に属性の方のチケットに向かいたいと思います。最終もしかしたら一回エイトのガチャを引くかも。ありがとうございます。でもボーナス ティーダなのか、見た目はティーダっぽいけど、あーティーダっぽいと思ったらジェクトさんですか。ジェクトの炎超絶か。なるほど、こんなんあるんや。まあ今んとこは使わんかな。そのなんか出たらね、あれなんでしょうけど。さあ、これですよ。これこれ、この5枚溜まってますんで、これを引いていこう。これの出来次第でちょ属性が変わるから、引きたい属性がこれの出来次第やから。はい、あざす。もう一個しか出んな。おう？おう？なんか見たことあるような気もせんでもない。ニュー、わ、覚醒や、パインの覚醒、水か。あ、まあでも嬉しいですね、パインは嬉しいな。水浴びを使用するために自身のクリ率が変化。ほう、あ、いいんじゃない？いいんじゃないですか。まあ、魔法剣強いですからね。パインはね、結構必殺技も持ってるし、よう当たるんすよね、なんか。知らないキャラなのに。これ多分、点2ですよね。点2のキャラなんで、点はプレイしましたけど、知らないキャラなのに、やたら充実している。うわー、いっぱい出た！マジか。これは戦技かな？ 1 個は。小型だ。さあ行こう。笛、槍、うん、いや氷と精、氷と精、うわこれは氷っぽくない？あの方ですよね、イデアさんですよね。あー、奥義か、奥義か、覚醒が良かったな。お、チェンや、セブンチェンや、え、やったやった、代行リーダーシド。そうなんですよ、シドは途中代行するんですよね、クラウド不在の時。そうなんですよ。嬉しいな、セブンのチェインや、イデアのオーバーフロー奥義で、あ、デュースか、デュースの超絶か。リジェネ大大回復、短期短縮、ケアルメロディ、あ、強いな、強いっすね。伊賀忍とシャドウのバースト、バースト入ってんねや、これは即時のやつじゃん、めっちゃ古いやつや、持ってなかったんや。でも全部ニューですね、ありがとうございます。いやー、ちょっとセブンシリーズチェインは嬉しいな。これでセフィロスとかクラウドが躍動するわ。でもシドちょっと好きになってるから、シド入れれるのも嬉しい、パーティーに。お、これはバイ、アーバインですかね。ルーハウス、セブン来るね。魔鋼キャノン、シスターレイね。追撃ダークレイやって、ほう、闇耐性ダウン、え、いいやん、嬉しいです。ルーハウスは覚醒使ってるんで、普通にまあ、強化されましたね、これで。ただ属性的にもう、あの、いらない属性ばっかりやねんな。
まあ、イデアはちょっと嬉しいですけど、覚醒が欲しい。覚醒が欲しいです。シンクロでもいいんやけどな。ロック。これは持ってますね。これ結構優秀な、防具として優秀。お？ライトニング。これ曲がった剣。なんじゃこら。え？なんじゃこら、服。派手やな。電車乗れへんぞ。アルティミシア超絶。アルティミシアは、覚醒持ってるんですよ。風魔法の。だから、ガンガン使えますけど、風はね、もう割と充実してしまってるんですよね。アルフィノがおるから、すげえ強いから。聖まといの方のライトニング。はい。そしてこれね。これ強いんですよ。防具としてすごく。ロックのアームガード。はい。ラストかな？氷と聖があまり来ないな。今んとこ奥義のみ。っていうか、覚醒、入ってますよね。よし。覚醒欲しいんですが、なんじゃこれ、ゴールドセイントやん。槍、戦う気あんのかな、この槍。おう、レゴの剣みたいな剣。割と、あ、ルーネスの奥義。うわ、もう全部新規ですよ。全部新規ですけど、ファングの戦技、星6戦技。はい。で、これはフリオの、あ、いいやん。サムライアビ帝閣、もう一回か。フライングヘルム。へぇ。いや、まあいいっすね。これもう終わりっすよね。チケット終わり。いいんですけどね。風。まあフリオは、まあいいけど、まといがなーっていう。そうなんですよ。まといが欲しいんやって、聖まといが。欲しいぜ。はい、じゃあどれ行こう。属性ピックアップ装備召喚行こうか。これは1枚ずつなんでちょっと時間かかるんで、氷、いやー、まあでもイデアのね、覚醒もし取れたらもうめっちゃでかいんやけど、くー、どっち行こう。聖だと、ミンウのシンクロが入ってると。ミンウのシンクロ欲しい。こっち、聖いきます、とりあえず。これは、2の曲かな？まあ、1枚ずつなんで、気楽に。1個揺れたらいいやぐらいで。ですね、多分。1個揺れたらいいやぐらいしか。何回か引いたっすよね、これ。でも多分引きはそんなに良くない。ここに関しては本当に出てない。多分シンクロ 1% やから、保留玉で積もるぐらいの感覚か。きついな。ギャンブル運のなさは、もう、自他ともに認めるところなのでね、本当に運がないんでね。はい、ありがとうございます。いや、出ていいのよ、別に。いいんすよ、別に出ても。出たあかん言うてないっすよ。ちなみにミスリル400個あるんで、ちょっと引いてもいいと思ってるんですけどね、シリーズガチャとか。ケチってるわけじゃないんですけど、ちょっといろいろ見れる時間があんまなくて、選定して、するまでもなく、終わってしまうっていうガチャが。日々のイベントをなんとかこなすので精一杯で、一応イベントは逃さずはやってるんですけどね。ただログインボーナスとかカルディアのミッションとか、ミッションに関してはちょっとスルーしてるやつもあります。間に合わないっていうパターン、プレイ状況で言うとね。なくなりました。はい、やっぱり出へんね。まあここは期待してないです。属性ラッキー、ここや。ちょっと見ていいですか。あ、見れへんのか、ラインナップ。いや、属性性なのかな、どっちかな。まあまあ、氷引こうかな。氷引こうかな。まあ6枚あるんで、3枚ずつぐらいで。6
6枚もあるんかい。結構いっぱいあるな。頼む。氷の覚醒はスノーしか持ってなくて、あやめちゃん来たんか、まあ、できればだからスノーあるんで物理で来てほしいっていう。来た。よし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 、来た。やった。これでちょっといいね。もう一回いきますか。もう一回いきますか。いや、いいね。これはちょっとテンション上がった。やっとちょっと今の自分にとって必要なものが、やっと来たなっていう。よいしょー、いっぱい出たー。よし。また派手やな。あいつやろ。あいつの部類やろ。あー、これはリノアですかね。あー、持ってるな。覚醒ですけど。フリオですよね。あ、レンドアップ。いや、もうここで被ってんのがバレバレっていう、ここで被ってんのがもろバレするという。うーわオール被りか。もう一回行きましょう。くそ、せっかく覚醒引いたのにな。あ、覚醒じゃないや、これ奥義や。ちなみにですけど、奥義前も言ったかな、奥義が唯一マックスになってるキャラがいて、うおほー、珍しくない？5個。唯一マックスになってるキャラは、聖セシルです。持ってるねー。見たことあるねー。氷でこの手？誰？フランでしょうね、ユミに関しては。頼む、覚醒出てて、お願い。よし。あ、トレイさんじゃないですか。強いですよね、キャラとしてはめちゃくちゃ。ほう。で、これはリリータ。好きですけどね。中途半端なキャラにさせられてるタクティクス。このレコードキーパーの中ではだいぶ中途半端な扱いになってしまってるリリータ。大好きなんですけど。タイガーファング、ヨーゼフの、これは超絶。あー、氷反射か。ほう、これ持ってますね。菊一文字、あやめちゃん。よし。ちょっとまあ覚醒2つ引いたから、じゃあ聖の方に行きますね。3枚。おう。そんなに？そんなに私、引きましたか？そうか。倉庫は整頓したつもりやったんですけど、言うてあれやったんですね、いっぱい出たから割ともらえた、こうパンパンになってしまったのかもしれない。なんかもう一個ずつぐらいしか出る気がせんからさ、あんまり気にしてなかったんですけど。よし、すいません。改めましていきましょう。聖属性いいですね、このレトロプレリュード。聖もね、聖属性もね、覚醒はね、もう、まといの覚醒は1個も持ってないのかな？多分1個も持ってないですね。ユーナ、ぽい。おわ、ユーナ覚醒か。召喚魔法攻撃、味方全体を大回復、リジェネが、これ召喚で攻めろってことか。全ては凪節のため。まあでも悪くないな。どちらかというと魔法でいきたいなと思ってたんですよ。魔法の方が強いなと、今の聖のパーティーだと。うちの、まあ、これはちょっとでかいかもしれない。あ、そうそう、この間アルクの覚醒を引いたので、そうや、聖の覚醒は今2枚ですね。で、魔法なんですよ。こうな、おお、来た来た、2個目、人生2個目のシンクロ、すごい派手。
なんじゃこら。誰？誰や？誰？ルナフレーナ。水かえ。せいやのに水かよ。まあ嬉しいっすけど、いや多分レベルもね1ですね、これこの人ルナフレーナさん。マジか、当たりなんやろうけどな。へー、15ですね。なるほど。うわぁ、シンクロ2個目は、まさかのルナフレーナ。いやぁ、ちょっと聖セシルのシンクロとか入ってないのかな。よくを言えば、もう一個来い、もう一個来い、もう、このノリで。コナーズ。ブライトオーバー。はい、ありがとうございました。かぶりと。よし。いや、まあいいだろう、まあいいだろう。つ、もうないっすよね。なんかガチャ。これが、これ結構、だから性属性がね、入ってたんすよね。性氷なんすよ、これね。性氷おるんすよ。いや、でも中途半端やな。どっちかで、これかな、ここかな。これがね、一応、スコールの氷シンクロ、アルティミシアか、セルフィー。いや、これ引こうかな。氷じゃないですか。氷。結構ね、欲しいところなんですよ、ここが。これ一回だけ引こうかな。ケチ臭いけど。ここ欲しいところやし、めっちゃ。お願い、久しぶりにシリーズ引く。スコールシンクロとか出たらやる気起こるよ。よし、よし、もう一発で決めてほしいな。お願いします。演出来るんですよね、この後で。演出来るのかな。ヌンチャク来い来い。え、もうわかんの、これもうわかんのかな。ちょっともうタイミングがわかんないんですよ。もうわかんのか。ただこれキロスですよね。覚醒は引いたな。氷覚醒は引いたのか。これでラグナマニア覚醒モード、なんじゃそりゃ。スイッチドローモード、キロス、そしてラグナの奥義、セルフィーのレジェマテ。いや、悪くないんすけど、もう一回引こうかな。もうラスト。もうこれで。まあ、あとも闇セシのシンクロ出た時のために置いときたいので、ガチャこんだけでもなんとかします。よし。こんだけでなんとかしよう。来い！来い。やるねー。さすがですねー。いや、もう何個もってっから。まあいいや。はい。まあ、じゃあ今日手に入れたもので、また今後、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい。まあいっぱい手に入れたしね。もう、入りすぎて、装備がありすぎて、ちょっともう分からなくなってきてるんで、一回整頓して、時間ある時に、ちょっといろいろやってみたいと思います。ミスリルは残り、今ちょっと見にくいですけど、見切れてますけど、309個あるんで、また引きどころが来ればガンガン引きたいと思います。ここが足りないとかね、いうのが分かってくればまたちょっと強化していきたいなと思います。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。